はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。で、ちょっと今さら気づいたんですけど、乾燥パーツあるじゃないですか。で、まあユニコーン と、レーバー店員は基本的に毎回毎回外すんですけど、これって話が終わるたびにフル装備とかつけられてるんですね。もう外してはあるんですけど、毎回毎回、乾燥パーツなしで出撃したいときはこのなしに設定をして、次の話へ進んでいかないといけないっていうちょっと面倒くささがありますね。じゃあ次、第49話進んでいきましょう。ガディム機関ブリッジ、ここまで連れてこられたのか。ようこそガディムへ。アールフォルツ・ローム・ハルハラス、超わかりづれ。我々はやってきたのではない、帰ってきたのだよ。大マゼラン銀河に一大星間国家を築いていた。喋る猿に過ぎんよ。猿とかさ、他の星にもいるんだね。悪態をつく才能があるようだよ。銀河系ってさ、田舎なの？忌々しきはイスカンダルだ。彼らの真の姿を見せよう。これは？この映像が何を意味するか分かるだろう。全く分からん。あれは波動砲の光だ。いや、まあそれはなんとなく分かるけどさ。多くの星を攻撃してきたんだよ。事実、ガーディムは滅びの道を歩んだ。ガーディム第8艦隊の生き残り。身近なところから質問させてもらう。ナインは何なんだ？それは長い長い話になる。一言で言えよ。ネバンリンナ、文明再建システム。ネンバリンナのスレイブ端末を君たちは所持していた。地球再生システム。これで全てガテンがいった。さっきはさ、猿だ猿だって言ってたのに、コロッと態度を変えるな。ナインが持っているデータ、人間、
人間は私一人しかいないからな。葛藤ね。まあ一人じゃ葛藤できないからね。だがそれはガーディムを再建してからの話だ。それはいつ終わる？5年単位、20年後。やはりブラック企業だったか、ここは。まあ確かにね。今後もデータ収集に活用させてもらう。やるべきこと。ガミラスの駆除か。第49話、落日の星。完全に展開してるね。カンタ結構近くねえか。なでしこトゲッターで行こう。まあいつもの通り20機出せるってことは今回シーブックも出せるかな。ちょっとまあ出せるやつを一旦出して、そうだね、1機増えてる感じだね。サバーニャとかでもないい気がするんだよな。まあいっか、シーブックを出しましょう。なんということだ。エルスはどうなった？いやてかさ、地球人はガミラスと違うよっていうのを分からせてあげればいいじゃん。狙うは敵機関。町に無用な損害は出すな。デスーラ2万以下にする。なるべく撃墜しようって書いてある。2万くらいだったらね、確かに楽勝に減らせられるからね。あれ、もういきなり突撃戦法を使えるのか。突撃戦法って120で使えるんだね。140とかでもいい気がするんだけどな。まあそれは今回のスパロボのわりかし緩いところでもあると。ちょっとこいつはな、あれだからな。ク
レートエースにはならないかな、ゴーは。仲間になるのがね、ちょっと遅いよね。まあ、作品によってはね、まず一旦シンゲッターに、このゴーとかのチームが乗ったりすることもあるんだけど、今回はもういきなり、シンドラゴンだったからな。さらに登場も遅いと。トランザムもいけんね。むちゃくちゃ進行されてるよな、こいつら。だってぶっちゃけさ、こっちのさ、損害ゼロじゃん。で、ここまで来られてるんだよ。もう向こう、なんとも思わないのかね。ただの一石も落とせてないっていう。それで対策を取らないっていうのは結構無能だと思うんだけど。ガミラスさ、どれだけ損害が出てんの今。これだって100石以上はね、多分落としたと思うんだよね、これ全部今までのマップ合わせれば。あ、でもガミラスにとってはそのくらいの戦艦の数は大した数じゃないのかな。まあ、1万石が集まってるって言ってたからね。ニューガンダムちょっと前に出そう。射程が長いからな、誰から攻撃されても反撃ができるように。やっぱりアムロの再攻撃強いな。とりあえずね、技量は上げたんですよね、再攻撃が発動するように。ユニコーン、やっぱね、ソウスケがね、若干使いづらいんだよね。うわ、112残ったか。 NTD、 この移動後のね、攻撃がね、なさすぎる。よし、グレートペースで、ファンがね、もうちょっと一回下げよう。戦艦の中からでも精神が使えるから。サイコフレーム、青い戦艦がどれだけのヒットポイントあるかだな。狙ってくるか、一斉射。余裕だな。いや、さすがにマジンエンペラーじゃ反撃できねえわ。あ、そうだ、と一応マップ兵器があるからって確認しとかないとな。強っ。ヤマトはほんと強いわ。あー、こっから狙ってくるのか。2万ね、ヒットポイント。ただ射程が長いからな。ダブルゼータを前に出しすぎたか。80% か。ガードしておく。おおほほ、食らう。で、緑の缶はちょっとほっとこう。これだけか。命中プラス60とか。尋常じゃねえな。一斉射も届かない。四方三式装填、三式融合弾か。反撃不能だし。よし、とりあえず叩いておこう。こういうのどうすりゃいいんだ。
とりあえず叩いておくか。くらい。そして君たちが気づいた時には、長きにわたるガミラスとの戦いに決着をつけるぞ。主砲三式弾装填。主砲1番2番三式弾装填。主砲1番2番三式弾装填完了。自動追尾始め。目標に照準合わせ。自動追尾よし、照準よし。撃て。手上げだ。どうすっかな。ちょっともう次のターンで倒そう。まださすがに。ケッターはちょっと加速をかけて突っ込もう。新シャインスパーク。何が足りない？合体攻撃、相手の記憶が足りてないのか。4100はちょっとさすがにもったいない。で、なでしこはちょっとこっちの方に展開するか。まあ、まずは装填放とうかない。3人入るね。まあ適当にやってれば回復するでしょう。はい、装填エンジンを最大稼働状態にしてください。退避を急いでください。今です。装填砲の発射。おお、そうだ、愛を使ったから加速がかかってるんだ。ここら辺でいいか。あとは突っ込めるやつをどんどん突っ込ませていこう。軽トラ貢献案件札もなあ、あんま使ってないな。ミルンガストとね、ヒュッケバイン、なんかそこまで強いっていう感じはしないですよね。ちょっとここら辺がやっぱ遅れるな。すんげえ遅れんな。奥までは届かないかな。ビームサーベルか。まあいいか、ビームサーベルで倒せそうだしね。マジンガーもね、やっぱり気力は上げていきたいから、まあもったいないかもしんないけど、もうなんかね、あんまりね、考えるのがね、めんどくさいんですよね。絶対倒せるっていう。で、後ろのやつらから行くと、ピーコックスマッシャーは移動後の攻撃がすげえな、やっぱり。ほんとね、理由がわからないよね、これ。なんでピーコックスマッシャーがさ、格闘なのっていう。ただ、絶対シーブックに合わせて設定してるでしょっていう。わー、こいつは動くとほとんど撃てなくなるな。エンペラーソードちょっとぶっ放しとく。少しでも減らしておくか。まあ、こっちでいいかな。
防御ユニット、ああ援護が入ったりだな、やっぱり。あ、攻撃ができなかった。スカルハートスペシャルとか異常だよな、射程が。で、こいつはもう普通にこいつ倒そう。真っ向からたけ割り、一斉者をなるべく奥の敵から倒していく。タイプレベルが上がった。ウェーブライダーと突撃。で、あと敵は2体。あ、誰？アメタスか。ヤマトを狙ってくるか。別にいいけどさ。44,000。攻撃していこう。さすがやね。さて、どう考えてもこれだけじゃ終わらないから、増援が出てくると踏まないといけないから、ヤマトで攻撃しちゃうとな、なんかな、増援が出てきて、うわヤマト動いちったよみたいなあれになるから。かといってな、2万を与えたいから、ちょゲッターで倒すか。とりあえずこっからブラックハウルキャノンを打ち込んで、直感、スマッシュヒットは無理か。ブラックホールキャノンを一回打ち込んで、4000しか当たんない。あとこいつもな、倒しておきたいかな。ちょっとゼータリーか。突撃しよう。5148156、28000か。もう8000くらいか。どうしようかな。ちょっとシーブックで一回つくか。結構ギリだね。で、覚醒とないとこで熱血で直感で、あとは、希望パ。で、ここから新シャインスパークで確実に決めよう。異星人どもに地球流の挨拶をしてやるか。いいぜ、龍馬。お前の流儀でやってやれ。こんなのどう考えても地球じゃないよ。新シャインスパークなんて。感じる。三つの心が一つになっていく。52残ったか。まあいいや。異星の勇者に最大限の敬意を払う。ちょろいもんだぜ。どうやら遊びが過ぎてるな。時間切れだ、テロン人。全戦力って言っても大した数じゃないよね。高エネルギー反応。沈んでいった。あれなんだよ。ガーディム。
アルフォルツ・ロム・ハルラス・ハラスだ言えてない。大ガミラス帝国の総統だ。バレラスと共に滅びればいい。地球っていうか星ごと爆発させるか。巨大構造物テスラ砲を撃つか。推定質量6000万トンって何。つまりここです。副総統、これは今総統に連絡を取っている。何か用かな、ヒス君。通過儀礼なのだ。最後のガーディブ。第二バレラスはイスカンダルへ降り立つ。お別れだヒス君。めっちゃ切れてる。機関の提案が理解できないな。おわ、ヒルデ、こいつは守ろう、なんとしても。行くなら早くするのだな。ああ、転移すりゃ一発だからね。ガーディブの新たな母性。利用価値。まあ、ここでの問題は所有権がどっちにあるかだよね。なかなか難しいところだね。迎撃用意。
こうやって話してる間にさあと4分ですって。はあ、破壊するんだ。まあ確実にストアサンシャインをぶち込もう。こいつはマップ兵器持ってそうだな。スリニバーサ、あ、持ってない。やった。さてさてさて、なかなかいい感じでみんな動けるからな。ちょっとヤマトはもうここに突っ込ませよう。真ん中に、突撃戦法。てかヤマトのさ、エネルギー510とか異常だな。装填ホームラーなんかいいところで打ちたいんだけど、ただ愛がないからね。愛が誰だっけこれ。あ、宗介か。でゲッターはちょっとこっちの方で、一応ゲッターも動かせるからここに置いとこう。でやはりね、射程の長いやつがいいけど、ニューガンダムは無理か。そうなるとこいつはただあれがないんだよね、加速がないんだよね。スパロボの作品によってはな、味方に加速をかけられる神風的なものがねあったりするんだけど、それあるとねめっちゃ便利なんだよね。ストフリも前に出しとこう。マップ兵器があるからね、集まってきたところを狙えるかな。そういえば今回サイドがないんだよね。戦艦でサイド的なものがかけられるから、精神コマンドとしてのサイドがないっていう、まあ、そっちのサイドの方がね使いやすいんだけどね。で一応ファー以外全員動いたかな。そっか、ダブルゼータ食らってんのか。ファンネルミサイルじゃクリティカルが出て倒せるか倒せないかだな。うん、強いね。反撃だけでなんとかなるわこれ。ダブルビームライフルか。エネルギーがないんだなきっと。ただダブルビームライフルでさ1万超えるってすげえな本当に。クリティカル出ない。カサウェってそんな技量高くないのか。魔人パワー。ああ、やつは来ないか。テロン人はなぜ逃げない。我々のために戦っているのか。お前のためじゃねえよ。名前忘れちゃったけど娘さんのためだよ。館内結構広いねやっぱり。村雲掃除、投降すれば命は保証する。知りたいか。その答えはこれだ。行動を先読みしているのか。
スレイブナンバー2044。システムネバンリンネの使命、超ガーディブの再建。犯行の意思を確認、運動能力を奪う。足をやられたか。命に別状はない。だがこのまま放置すれば、放置すれば。各機に停止命令。これさ、外にいる機体にも停止命令かけらんないの？いや、謝るのはいいから傷を治してくれ。ほうほう、そうだよそうだよ。放置しておくと死んじゃうんだよ。いやいや、傷直して。傷直さなきゃ帰れないだろう。おお、ソルジャー型か。俺は俺だ。お前グーリーか。なるほど。てかさ、まださ出血してんじゃないのこいつら。こいつらっていうかこいつ。傷は？傷大丈夫なの？バングレイ2です。改良も加えてあります。
なんだかよくわかんないとこに移動したなあいつ。なんかさ、掃除がさ、千歳ちゃんを救い出したみたいなこと言ってるけどさ、ぶっちゃけグーリーのおかげだよね。やはりブラック企業を見極める必要があるね、今の世の中。お前が乗ってんのか。全てをぶち抜く。今何ターン目っていう、2ターン目だよねまだ。まず装填インフォーがね、やっぱりね、どこまで入るかだよね。こいつも入るね。一応回避っていうか腹痛でいいか。ああ、精神コマンドとか特にないんだ。で、ああそうか、さすがにあれは使えないか。フェアリーブレス、発信、メタス、あーパーツ、あ、使えるわで、出さない。なるほど、いいね。愛が使えないからな、普通に装填砲を打ち込ますか。そうするとみんなシステム掌握しちゃおう。かわされたで、あ、これでいいかな。魔人パワーを発動させよう。こいつらもなー、あ、援護はしてこないか。ストフリーどこにいんだ。ここか、スーパードラグーン、ここだね。ミア魂使っちゃおう。ヤマトも攻撃をしつつ当たるんかこれしてもいいぞ。こんなやつの耳かすやついるのかなりのデカブツだな。
気持ちいいです。4万か、結構あるね。よし、ようやくかハサウェイ。ここのやつらは、まず紙に打って攻撃をするでしょ。熱血となるか、魂か。やつらはちょっとこっちに送り込もう。ゲッターも進め。ユニコーン NTD 発動させて進んで、ちょっと一回グーリーをぶん殴っとくか。いやいやいや、楽勝だよ。バングレイを頼む。出力が上がっている。新しい武装パターン。まあ確かにね、千歳ちゃんもガーディムの機体乗ってたからね。操縦は任せられるな。まあ一瞬で肩がつくけどね魂かけてぶん殴って終わりでしょう。とりあえず魂かけて、こいつの攻撃劣化。劣化っていつもの劣化。邪魔よガーデム、頑張らなきゃ。私も私自身が弾丸になる。同じだね。44機とかマジか、少ないな。希望をかけて、魂かけて。さすがに X アクションは使えないよな、まあ、しょうがない。スメラギの牙みたいなやつ、弾か助かる。
逃げられると思うなよ、ルリ。スタンショッカー発射。取ったぜ。ファイナルバスターモード。ドライブ出力 120%。 やるぜ、ダイン。こいつで終わりだ。一撃必殺。まさに言葉通りだぜ。一撃必殺っていうけど3発あるからね。悪くない人生だった。あとはどうしようかな。もうこいつらをどうすっかだな。特に回復とかしなければここにいる連中だけで絶対なんとかなるんだよね。ということはこいつをぶっ倒して次のターンで決着をつけよう。君はバカか。ではではでは、魂直感とエンペラーソード。世界を混乱させた罪、お前のその身で償え。おい、エンペラーソード。見せてやるぞ、魔人エンペラーの真の力を。私の前で皇帝を守るとは笑えない冗談だ。君たちは威夫という格好を知る。何度やろうと結果は同じだ。うん、まあそこまで強い感じじゃないからな。また魂かけて希望をかけて終わるんじゃないか。これはこれもさ130で使えるっていうのがおかしいよねもうちょっと気力上げてもいいと思うんだけど。
私に言わせてください。真剣は今掃除にあるか。まずは動きを止めるぞ。うかつだったな。全エネルギーをぶつける。システムオールグリーン。こいつでグザイガッチだ。グランバニャー。金塊2万円、20万円、どっち ?20 万か。これは悪い夢か。みんな夢好きだよね。敵機関更新。いやまあ絶対生きてるでしょ。どうせあいつもなんかデータが残っていてどうだこうだって言ってまた出てくんだよ。空が落ちてくる。ヒルデちゃん、君は俺たちが守る。大丈夫だ。エルスだ。波動砲を使用する。了解。艦首を目標へ向けます。はい、開けます。放水注入器作動。最終セーフティー解除。薬師台多強粒子圧力上昇。ターゲットスコープオープン。艦首直線に乗った。対ショック、対閃光防御。レゲークロスゲージ精度20、昇進固定。発射まで3、2、1。波動砲発射。キを破壊したか。大型エリスと融合した。いや絶対まだ終わってないから
大丈夫ですから。ヤマト格納庫ってことはって何？数千年もの間生きていたのか。いやだからさ、多分データかなんかあるんだよ。真実はイスカンダルへ行けばわかる。さまよえるガーディム第8艦隊。その最後を見た者は誰もいない。平行世界の転移。万能工作システム。そういやさ、他のさ地球も今やばい状態なんだよね。すっかり忘れてたけど。そうだよ結局直してもらったのかよ。音部ってさ、多分結構振動が来るよね。結構痛いと思うんだけど。ああいうの。一応第二戦闘配備か。
じゃあファクトリーを覗きましょう。そうか、こいつも地道に上げてったんだよな。2機ずつ2機ずつ。バングレイ2、こっち出す、どうする。ああもう完全にこれはあれだねハロとガーディムドライブコア売ってるね。というところで、じゃあ第49話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。